ウィリアム・ホルマン・ハントは19世紀から20世紀のイギリスの画家、ラファエル・ゼンパの一員に数えられる。1848年、ロンドンのロイヤル・アカデミー付属美術学校の学生であったハントは、学友のジョン・エヴァレット・ミレー、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティラと共にラファエル・ゼンパを結成した。ラファエルとは、イタリアルネサンスの巨匠であり、西洋古典絵画の代名詞とも言える画家。 ラファエロのことを指す。ラファエロ以前という言葉には、19世紀当時のアカデミーにおける古典県庁の美術教育にことを唱える意味があった。ラファエル全パに思想的な面で影響を与えたのは、同時代の思想家であり美術批評家であった、ジョン・ラスキンであった。ラスキンの美術に対する考えは、一言で言えば、自然をありのままに再現すべきだということであった。 この思想の根幹には、神の創造物である自然に完全さを見出すという、ラスキンの信仰がある。しかし、明確な理論を持った芸術運動ではなかった、ラファエル・ゼンパは長続きせず、1853年に、ミレイがロイヤル・アカデミーの巡回員になったことなどを、きっかけとして、数年後には、グループは解散した。ラファエル・ゼンパの主要メンバーであった、上記三人のうち、 ミレーとロセッティは徐々に芸術的方向性を変えていった。そうした中で、ラファエル全パの画家としての特色を最後まで保っていたのがハントであった。その特色とは、聖書、伝説などに主題を求めることと、画面の隅々まで徹底的に書き込んだ細密描写であり、ラスキンの自然の忠実な再現という思想を最も忠実に実行した画家であったと言えよう。 徹底した、写実主義者であったハントは、聖書の物語を絵画化するためには、物語の起きた現場を見なければ描けないと考え、パレスチナを3度も訪れている。ありがとうございます。